どうもこんにちは、マイクラやってるかい？言ってなかったと思うんだけど、私の母さんと父ちゃんってでかいんだよね。母さんが身長179センチメートルで父ちゃんが身長191センチメートルある。だから幼い頃の私が迷子になっても、それほど困らなかったらしい。背が高いから遠くを見渡せるんだな。一方で私も母さんと父ちゃんを探すのは苦労しなかった。なんてったって頭が飛び抜けているからな。今思うと街中では結構目立ってたな。はい、今日は怖い危険行為だよ。エンティティゼロという存在を知っているかい？確かこのチャンネルでは紹介していなかったと思うんだけど、結構有名な都市伝説なんだよ。エンティティゼロはモブを作る過程で没になった存在だと言われているんだが、なぜかプログラム上には存在が残っているらしい。ワープしたり透明化したりするんだが、サーバーをクラッシュさせることもあるとか、エンティティ303という似た存在がいて、正直そっちの方が有名なんだが、そいつよりエンティティゼロの方がはるかに凶暴だとか。で、エンティティゼロに会うには特定のシード値を入力しなければいけないんだが、それが具体的にどんなシード値になるのかわからないんだわ。そんなエンティティゼロだが、海外の YouTuber であるエーストリームさんがエンティティゼロに会う検証をしていたんだ。使ったのは統合版マインクラフト、シングルプレイでチートはオフ、リソースパックといった追加要素もなしだ。時間は深夜3時、そしてエーストリームさんはとあるシード値を入力した。それが、アナイアレーションだ。消滅って意味があるな。エーストリームさん曰く、アナイアレーションは、エンティティゼロがまだモブとして開発されていた時に、ノッチ氏から命名されたコードネームなんだ。それをシード値として入力したってわけだ。ワールドが作成されると、平原から始まる、異変は早速現れた。近くに寒冷バイオームの村があったためそこに寄ってみると、村ではあるんだが、二つに分断されている。ランダムに生成されるはずの街灯が、村を仕切るように生成されているんだ。その後エーストリームさんは洞窟に行って資源を調達、松明や防具、ツールといったアイテムをとにかく揃えた。そしてとある島へ行く。一見ただの島に見えるんだが、座標が X333、Y0Z333 にあるんだ。そこにエンティティゼロがいるんじゃないかとエーストリームさんは疑っていたんだ。だがボートで近づいてみるも、行けない。見えない壁に阻まれて進めないんだよ。バリアブロックでもあるのだろうか。どうしたものかと悩んでいると、時刻は3時3分になる。その途端、雷が落ちる。天候が突然雷雨になったんだ。それだけではない。島に入れるようになったんだよ。その島には敵モブが大量に湧いていて、エーストリームさんに襲いかかるんだ。ゾンビは手を広げていて、上空からはガスとの火球のようなものが飛んでくる。明らかに通常の挙動ではないな。エーストリームさんは逃げながら戦うんだが、突然敵モブたちの動きが止まる。フリーズしたわけではない。明らかに敵モブたちだけが動きを止めたんだ。そして、島の地形が突然変わり、敵モブたちが死滅する。本当に地形が変わったんだ。鋭く尖った山はゴツゴツとした山に変わり、平らだった地面は丘陵になった。先ほどの地獄絵図とは打って変わって静まり返る島。エーストリームさんが時刻を確認したところ、3時4分。それ以上待ったが何も変化がなかったため、エーストリームさんの検証はこれで終わった。エーストリームさんは、エンティティゼロに逃げられた。奴は私を見ていたに違いない、と言っていたぜ。エーストリームさんは何事もなく無事に検証を終えたんだが、エンティティゼロは危険な存在だからな。今回この検証をやれば 100% エンティティゼロに会えるわけじゃないし、この検証自体本物かどうかわからない。だけど、不用意にやらない方がいいかも。VLLR という都市伝説をみんな知っているか？ VLLR は村人と同じ見た目で同じ挙動をするんだが、色は白黒でどこか青みがかった見た目をしている。海外ではエンティティ303やヌルと並ぶくらい有名なマインクラフト都市伝説なんだが、そいつに会おうとした YouTuber がいるんだ。その方の名前はシャークさん。シャークさんは生成したワールドで村を探し、簡易的な拠点を建てたんだ。一度、村に何か変化があってもいいように村のスクリーンショットを撮っておいた。一晩明けた頃、村に何か異常がないか見回りをしていたんだが、突如雷が落ちるんだ。晴れているにもかかわらずな、何が起こっているのか調べようと村中を散策していたところ、再び雷が、今度の雷は村中の家を燃やしてしまうんだ。シャークさんは驚きを隠せずにうろたえてしまうんだが、どうすることもできない。やがて夜になったため、シャークさんは村のベッドで眠ることに、夜が明けると、なんと村が大炎上していた。消火活動をしようにも、もう間に合わない。シャークさんはどうしたものかと頭を抱えていると、村の近くにある山に、人影があったんだ。ただの人影ではなく、村人の影だったんだよ。VLLR だ。そう思ったシャークさんはその影があった場所に向かって走り出す。山に登って辺りを探しまくったんだが、そこには何もいない。改めて村に戻ると、火はますますいろんなところに燃え広がっている。一旦落ち着こう。そう思ったシャークさんはゲームを終了。少し時間が経った後に、もう一度ワールドに入り直す。すると、村はもっとめちゃくちゃに破壊されていた。村はもはや原型をとどめていない。幸いにも村人やゴーレムは無傷で生存していた。そして奇妙なのが、シャークさんが建てた拠点だけ何の影響も受けていないところだ。シャークさんは村の外れではなく、村の中に拠点を作っていたんだが、火の影響はもちろん、少しも破壊されていなかった。さらに、村の中には不自然に穴が開いていたんだ。穴というより1ブロックの溝になっていたんだよ。当然シャークさんはそんな溝を掘ったわけではない。もっと不気味なのが、十字架型に掘られた溝があったことだ。ただの偶然とは言い難い。
人為的に掘られたものとしか考えられなかった。このワールドには自分以外に誰かがいる。そう思った矢先、突然ゲームがフリーズし、クラッシュしてしまう。シャークさんはもう一度マインクラフトを起動し、ワールドに入り直そうと試みる。しかし、そのワールドは消えていたんだ。そのため、シャークさんの検証はここで終わってしまう。話はこれで終わりだな。これなぁ、シャークさんが何をしたのかよくわからないんだよな。というのも、今回の事件は何かしら条件を満たしたからそうなったんだろうが、その条件がわからなかったんだよ。何かシート値を入力するのか、ワールド作成の前に何かするのか、説明がないままワールドを作成して検証していたんだよ。シャークさん曰く、VLLR は全ての村で出現する可能性があると言っていたぜ。だから、何か様子がおかしい村があったら気をつけよう。マインクラフトのワールドは無限と言われているが、実際にはワールドはちゃんと制限されているんだよ。テレポートコマンドでものすごく遠い座標に行くと、水色のボーダーが見えてくる。それがワールドの端だな。その向こう側にもワールドは広がっているんだが、プレイヤーはそれ以上先に行けないし、近づくと画面が赤くなる。そんなワールドの端だが、Java 版マインクラフトのベータ 1.7.3 までは、ファーランドといって、ワールドの端がバグった地形で生成されてしまっていたんだ。これはすごく荘厳な光景だから、めちゃくちゃ有名だな。人によってはそのファーランドを目指して歩いたとか、で、ファーランドにまつわる都市伝説がある。ファーランドマンだな。ファーランドの中にいると言われている怪物だな。そいつはプレイヤーを見かけ次第攻撃してくる危険な存在なんだ。関わるべきではないんだが、そいつと接触しようと試みた人がいるんだよ。その方はレイジ・エリクサーさん。この方はベータ 1.7.3 のバージョンでワールドを作成して、ファーランドを目指したんだ。ただ普通に歩いていると膨大な時間がかかるため、レイジ・エリクサーさんはデータを書き換えることで、ファーランドに行く。そして、ベータ 1.7.3 で作成したワールドを、バージョン 1.12 で読み込んだんだ。ファーランドが修正される前のバージョンではラグがひどくなるからね。そしていよいよファーランドに入ろうとした矢先、近くの木にレッドストーントーチが刺さっているのを目撃。なんだなんだと近づいてみると、画面の端に妙なものが、ファーランドの中に家があったんだよ。砥石で作られた家だ。これはファーランドマンが最初に目撃された時の情報と同じものだった。都市伝説通りのものを見つけたため、レイジ・エリクサーさんは警戒しながらその家を覗いてみる。中には作業台とかまど、そして赤いベッドがあった。扉は鉄の扉で作られていたため簡単に入れない。壊せばいいが、レイジ・エリクサーさんは警戒していたため、まだ入らずにいた。そして、屋根にボタンがあるのを目撃する。まずそれを押してみようと、レイジ・エリクサーさんはそれをポチッと押す。何も起こらないように見えたが、突如、画面が真っ暗になってダメージを受け始める。レイジ・エリクサーさんは抵抗するも、死んでしまう。死因はブロックによる圧死。上から砂利ブロックや砂ブロックが落ちてきたわけではない。何者かにテレポートでもさせられたのだろうか。それはレイジ・エリクサーさんにもわからない。もしかしたら、ファーランドマンが攻撃してきたのかもしれない。レイジ・エリクサーさんはこれ以上プレイするのをやめた。やめた理由はわからないが、もしかしたら怖くなったのかもしれないな。ファーランドはすごく美しくて、冒険心をくすぐられるが、その中には恐ろしい化け物がいるかもしれないぞ。だから、あくまでもファーランドは見るだけにして、中へは入らないようにしような。まあファーランドに近づくこと自体があんまり推奨されることじゃないんだけどね。続いてはとある検証をしたところ、現実世界でも怪奇現象が起きてしまった話を紹介したいと思う。検証したのはとある男性プレイヤーで、ヘロブラインに出会えると言われているシード値666で、ワールドを作ってプレイした。しかも夜中の3時にな。その人はゲーム画面の撮影と一緒に、プレイしている自分自身を撮影していたんだ。666のシード値で生成したワールドには、何も異常はない。とりあえずプレイヤーは木を切ったり、洞窟で資材を取ったりしていた。時折スケルトンやゾンビなどの敵モブが現れたため戦う。装備が貧しかったため何度か死んでしまうが、特に何も異常はなくマインクラフトをプレイした。ヘロブラインいないなぁ。そんなことをつぶやきながら遊んでいると、エンダーマンが出現。ろくな装備もなかったため、プレイヤーは死んでしまう。その直後、ゲーム画面が真っ暗になってしまう。パソコンの電源が落ちてしまったんだ。いや、それだけではない。家のブレーカーが落ちてしまうんだ。プレイヤーは慌てて懐中電灯と手持ちカメラを用意。真っ暗になった家の中を恐る恐る進んでいくプレイヤー。ブレーカーがある地下の扉を開けて、おい、誰かいるのか？と言ってみるも何も返ってこない。誰もいないんだろうそう思って地下へ行ってみるプレイヤー。ブレーカーに近づいてみると、なんと、木の枝が刺さっていたんだ。家の中なので当然木はないし、植物すらない。一度カメラを自分に向けて状況を説明するんだが、なんとプレイヤーの後ろに何者かの光った目があった。プレイヤーはカメラを回していたため気づかない。だが、プレイヤーは気配を感じて後ろを振り向く。誰かいる、そう思ったのもつかの間。ドン、ドン、ドン、という音が聞こえてくる。リビングなどを調べてみるも、誰もいない。一旦自分の部屋に戻ろうとするんだが、自分の部屋から懐中電灯の光が見えたんだ。恐る恐るそれに近づいてみると、部屋の中に見知らぬ男がいたんだ。男は懐中電灯とナイフを持っていて、プレイヤーに襲いかかる。プレイヤーはとっさに逃げ、テーブルの下に隠れる。男はゆっくりと歩き回って、プレイヤーを探す。見つけられなかったのか、見逃したのか、どっちかわからなかったが、男は去っていく。恐る恐るテーブルの下から出てくるプレイヤー。いなくなったことを確認して、プレイヤーは撮影をやめる。その後警察を呼んだのかどうかはわからないが、
とにかくプレイヤーは無事だという、怪奇現象というよりは、完全に事件だなこれは、マインクラフトでのシード値666がきっかけで起こったのか、それともたまたま強盗が侵入してきたのか、それはわからないな。でももし仮に強盗だったら、見つかったにもかかわらず去るのか、助けを呼ばれたなら話は別だが、シード値666を真夜中の3時にプレイしていたため、それにまつわる何かが出てきて襲いかかってきたという可能性もなくはないが、まあ信じられないよな。とにかく、恐ろしい話だぜ。みんなもシード値666を真夜中の3時にはやらないようにしよう。この時間帯はちゃんと寝るべきだな。続いてはマインクラフトの都市伝説といえばこの方、ドクターナバさんが紹介していた恐怖の検証の紹介だ。幽霊音が聞こえる装置っていうのを作っていたんだ。ドクターナバさん曰く、とあることをすると幽霊音が聞こえてくるという。では、どういう装置なのか説明するぞ。まずネザーゲートを作る。ネザーゲートの後ろと手前にそれぞれ黒曜石で、地面を設けよう。ネザーゲートの後ろにはベッドを2つ設置だ。これだけでオッケーらしい。ちなみに地面になる部分は黒曜石じゃなくて、他のブロックでもいいのかはわからなかったわ。ちなみに幽霊音は夜じゃないと聞けないらしい。やり方は、ゲートを通る際にベッドをクリックするんだ。するとディメンション移動画面で、ゴソ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 という音が鳴るんだよ。すんげー不気味だぞこれ。さらにこれ、ネザーからオーバーワールドにディメンションを移動する際にも、幽霊音が鳴るんだわ。その場合はタタ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 タというブロックの上を走るような音が聞こえるんだ。なんなんだろうなこの音。コツをつかめば毎回その音を鳴らせるから、バグの可能性が高いな。ちなみにこれ、エンダーパールでもできるんだってよ。ゲートに入る直前にエンダーパールを投げるんだ。それでも同じ音が鳴るんだわ。ドクターナバさんは統合版のマインクラフトで実践していたんだけど、Java 版のマインクラフトでもできるかどうかは不明だぜ。慣れてくると面白く感じちゃうかもしれないけど、どうやらこれ、やりすぎるとマインクラフトがクラッシュしちまうんだってよ。それは多分ディメンションを何度も読み込みすぎたために起こるんだと思う。でもなんだか不気味だぜ。やってもそんなに問題ないかもしれないが、自己責任でね。みんなはシード値2323って知っているかい？このチャンネルの動画を逐一見てくれている人はわかると思うけど、これ有名都市伝説であるザットシングと遭遇できるシード値だって言われているんだ。そのシード値なんだが、どうやらかなり危険なシード値みたいなんだわ。さっきも紹介したドクターナバさんも検証していたんだよ。ノーカットで撮影したものをチャンネルにアップしているんだが、なぜか途中で映像が飛んだり、映像が乱れたりしているみたいなんだよ。しかも、アイテム画面を開いた際に、腕が2つ映り込んだりしているんだ。他にも、男が叫んでいるかのようなノイズが走っていたとか、さらに、ドクターナバさんに習ってシード値2323を検証した人が何人かいてな。その人らは、シード値2323を検証してから様子がおかしい。突然起きたり、空中にスポーンするようになった。そのシード値でワールドを作成したら、マインクラフトが止まった。端末自体がおかしくなった。そういった声がすごいたくさん寄せられているんだよ。さらにさらに、そのシード値で作ったワールドで遊んだ後、別のサバイバルモードのワールドに入ったら、拠点がぐちゃぐちゃになっていた、というワールドをまたいだ怪奇現象も起きているとか、正直本当なのか疑いたくなるが、こんだけ声が上がっているってなるとな、怖すぎるな。あと、海外でもこのシード値を試していた人がいるから、それもついでに紹介したいと思う。一人のプレイヤーの話なんだが、ダークオークの森を探索していると、スティーブの後ろ姿を見たんだ。他のプレイヤーだと思ったが、そのプレイヤーはソロで遊んでいたため、他の誰かがいるわけがなかった。ザットシングの存在を知っていたためプレイヤーは慎重に行動する。斧を構えながら森を進んでいくと、やがて2本の手が見えてきた。ゆっくり近づくんだが、背後に何者かの気配を感じたため振り向くと、奴がいたんだ。それを見た瞬間ゲームがクラッシュ。ドクターナバさんといい、海外のプレイヤーといい、こんなに目撃情報があるって普通じゃないぞ。今までいろんな都市伝説を紹介してきたが、正直これは信憑性がかなり高いと思う。ドクターナバさんも何かがおかしいって言っているしな。ザットシングを見たい。って思って遊び半分でプレイすると痛い目を見るかもしれないぞ。だからね、マジでシード値2323はプレイしないようにな。マイクラまとめ局局長との約束だぞ。はい、今回はここまでだよ。それじゃあまた別の動画で会おう。バイバイ。